光り輝く島という意味の国スリランカ。セイロンティーは世界でも有名ですが、スパイスの効いたスリランカ料理もぜひ味わっていただきたいと思います。今日は元気の出てくる激辛ひよこ豆の唐辛子炒めと、食後の甘いスイーツスリランカ風パンケーキをご紹介します。皆さんこんにちは、フォトジャーナリストの安田なつきです。今日はスリランカのお料理をご紹介していきたいと思います。シンハラ語でお名前はカデレというらしいんですけれども、皆さん見えますでしょうか。これあまり日本では馴染みがないかもしれませんが、ひよこ豆です。でこのひよこ豆を水に数時間つけて柔らかくして、そして今日は調味料と一緒に炒めていきたいと思います。にんにく、唐辛子で、これは彩りのためにピーマンも入れます。で玉ねぎ、お塩、これはブラックペッパー、それからマスタード、でここにドライのものなんですが、カレーリーフで、カレーリーフこれは乾燥させたものなんですけれども、フレッシュなものの方がより香りがいいそうです。では作っていきたいと思います。皆さん、美味しくできましたか？スリランカには他にも魅力的な料理がたくさんあります。ぜひ、いろいろ試してみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。